真珠夫人、菊池博士、ガイ・えるか、1、父から、杉野磁石の来訪が、縁談のためであると、聞かされると、瑠璃子は、殿姫にでも、打たれたように、発と驚いた。やっぱり、自分の子供らしい想像は通ったのだ。杉野磁石は、このために、直接話を進めに来たのだ。その話の中に、 死者の不用意な言葉か、不尊の態度かが、潔癖な父を怒らしたにたがない。そう思うと、瑠璃子は、あまりに潔癖すぎる父が、急に恨めしくなった。少しも妥協性のない、一徹な父が恨めしかった。自分の一生の運命を強わすかもしれない、父の態度が恨めしかった。瑠璃子は、父に抗議するように言った。縁談のお話が、 どうして私を侮辱することになりますのまたそんなお話なら一応私にも話してくださってからお断りになっても遅くはないと思いますわ。瑠璃子は誰に対しても事故を主張し得る女だった。彼女は父にでも兄にでも恋人にでも事故を主張せずにはいられない女だった。瑠璃子の抗議を 父はびんむやうに笑った。縁談。は,ははは。普通の縁談なら、むろん、瑠璃さんにも、よく相談する。が、あの男の縁談は、縁談という名目で、あなたを外費に来たのじゃ。金を積んで、あなたを外費に来たのじゃ。怪しからん。俺の娘を。父の目は、激怒のために、京橋居までに、輝いた。 そう言われると、ルリ子は、一言もなかったが、そうした縁談の相手は、一体誰だろうかと思った。彼の男が来て娘をやらんかという。平素から、快く思っていない男じゃが、せっかく来てくれたものだから、無下に断るのもと思ったから、預からんこともないというと、だんだん相手の男のことを話すのじゃ。人を馬鹿にしている。45で。 戦歳の子が二人まであるというのじゃ。俺は頭から怒鳴りつけてやってたのじゃ。すると彼の男がオズオズ何を言い出すかと思うと支度金は三十万円まで出すというのじゃ。俺は奮然と立ち上がって彼の男を応接室の外へ引きずり出したのだ。父の声はわなわな震えた。この年になるまでこんな侮辱を受けたことはない。 貧乏はしている。生前三十年、家も手も、抵当に入っている。が、三十万円は、おろか、千万一億の金を積んでも、娘を、金のために、売るものか。父は、そばの見る目も、痛ましいほど、激昂しておる。年老いた肉体は、あまりに激しい憤怒のために、今にも砕けそうに、緊張している。瑠璃子も、 胸がいっぱいになった。父の度を、ももだと思った。が、その度を言うむべき、何の言葉も、思い浮かばなかった。が、それにつけても、杉の磁石は、何のこががつて、こうした侮辱を、年老いた父に与えへるのだろう。そう思うと、瑠璃子の胸にも、張り裂けるような怒りが、湧いてきた。が、それが恋人の父であると。 思い返すと、身も世もないような悲しみがばんつた。彼の男は、金のために、あんなに卑しくなってしまったのだ。青少年と結託して、金のためにばかり、動いているらしいのだ。今日の縁談なども、まとまれば、帰化という、光線が取れる仕事だろう。ははは。父は、童ざけに勘言ながら、下げすむように交渉した。なんでも、 今日の演壇の申し込み手というのが、ほら、瑠璃さんも言ったらう、この間、園遊会をやつた、正田という男らしいのだ。父は何気なく言った。が、正田という名を聞くと、瑠璃子は、すぐ、ひょの目のように、恐ろしい必要なその男の目つきを思い出した。冷静な、勝ち気な、瑠璃子ではあったけれども、悪魔に頬を、なめられたような気味悪さが、全身を。 続々と重ねつてきた 2. ョ翔太という名前を聞くと、ルリコが気味悪く思ったのも無理ではなかった。彼女は、その人の催した園遊会で、妙な弾みから激しい言葉を交わして以来、その男の顔つきや様子が悪夢の名残のように彼女の頭から離れなかった。太いガさつな眉、二段に畳まれて、いる花、厚い唇。 いかにも自我の強そうな表情、その顔つきを思い出してみるだけでも嫌な気がした。そんな男と言い争いをしたことが執念深い蛇とでも婚を結び合いつたようになんとなく不安だった。ところがその男が意外にも自分に婚を求めている。そう思うだけでも彼女は妙な悪感を感じた。よく伝説の中にある。 白蛇などに見込まれた美少女のように、瑠璃子は相手の心持ちが容易には分からなかった。容易にそのことを信ずることができなかった。本当でございますの杉野さんが本当にうだとおっしゃったのでございますの確かにあの男だと言わないが何をもあいつのことらしい。杉野はお前の話を始める前に、それとなく。 ののことを褒めているのだ何言うもあいつらしい。金ができたのに、透け上がって、家族の娘をでももらいしたいとらしいが、俺の娘をもらい日に来るなんて、狂人の沙汰だ。父は、相手の無礼を起こつたも、のの、先方に、深い悪意がアラートは思わないらしく、宣告から見ると、よほど機嫌がちょくつているらしかった。が、瑠璃子はそうではなかった。 この九根を気まぐれだとか冗談だとか家族の娘をもらいしたいというような単なる虚栄心だとはどうしても思われなかった。父の一括に放置手方法の体で逃げ帰った杉の磁石はほんの傀大でその背後に恐ろしい悪魔の手が動いていることを感じずにはいられなかった。そう思ってくると八重桜の下で自分たち二人を にらみつけた恐ろしい目が、ありありと浮かんできた。そう思ってくると、自分の恋人の父を、自分に対する求婚の使者にした相手のやり方に、悪魔のような意地悪さを、漢絶にはいられなかった。瑠璃子は思った。自分が傷つけた蛇は、ほんのわずかな婚を報いるために、猛然と、重ね引かかっているのだと。が、そう思うと、瑠璃子は、逆つて、 必死になった。来るならば来てみよう。あんな男に指一つ触れさせてなるものか。彼女は心の中でそう決心した。いや、杉野のやつ一括してやつたら、一ち縮みになって帰ったよ。ああ言っておけば、二度と顔向けはできないよ。父は、もうすべてが済んでしまったように、何気なく言った。が、瑠璃子にはそうは思われなかった。 一度飛びつき損つた蛇は、二度目の飛躍の準備をしているのだ。いや、二度目どころではない。三度目、四度目、五度目、十度目の準備まで精つているのかもしれない。そう思うと、ルリ子は、また、さらに、自分の胸の処女の矛が、劣化のように激しく燃えるのを感じた。本当に口をしうございます。あんな男が私を。それに、杉野さんが、 そんな話をお取り次ぎになるなんて本当にひどいと思いますわ。ルリコは興奮して涙をポロポロ落としながら言った。それは口惜しさの涙であり、どの涙だった。だから聞かない方がいいと言ったのだ。そうだ。杉野が怪しからんのだ。あんなバカな話を取り次ぐなんてあいつが怪しからんのだ。 あんな堕落した人間の言うことは気に留めぬ方がいい。縁談どころか、瑠璃さんには、いつまでも、ここにいてもらいしたいのだ。ことに、ピカイチがああなってしまえば、お父様の子はお前だけなのだ。100万円はおろか、お父様の首が飛んでも、お前を手放しはしないぞ。はははは。父は、瑠璃子を慰めるように、快活に笑った。 ルリ子の心も父に対する目でいっぱいになっていた。いつまでも父のそばにいて父の理解者であり慰安者であうと思った。私もそう思っていますの。いつまでもお父様のおそばにいたいと思っていますの。そう言ってルリ子は初めて煮つこり笑った。嵐の過ぎった後の平和を思わせるような寂しいけれども、 静かな美しい微笑だった3。二つの気ハシ事件が渦を巻いて立つた日から、ルリ子の家は暴風雨の吹きすぎた後のような寂しさに包まれてしまった。家出した兄からは、はがき一つ来なかった。父は、父で、おくにも、兄のことは言わなかった。人を頼んで、兄の行方を探すとか、警察に捜索願いを出すなどということを、父は、 夢にも思っていないらしかった。自分を捨てたこのためには、指一つ動かすことも、父としての自尊心が許さないらしかった。こうした父と兄との間に挟まつて、ただ一人、心を痛めるのはルリ子だった。彼女は、父に隠れて、兄の行方をそれとなく探してみた。兄が、その以前、父に隠れて通じたことのある、小石川の洋画研究所も訪ねてみた。 兄がかねてから思熟して、いる二科会の幹部の N 氏をも訪ねてみた。が、どこでも、兄の消息はわからなかった。兄の友達の二三にも、手紙で聞き合わせてみた。が、どの返事も低ーつたように、兄に、しばらく会ったことがないと、いうような、頼りない返事だった。たとえ、父とは不安になっても、自分だけには、安否くらいは、 知らせてくれてもよいものと、彼女は、兄の気強さが恨めしかった。が、彼女の心を痛ましめることは、外にもう一つあつた。それは、これまで感情の疎隔して、いたちちと杉の磁石との間が、とうとう、最後の破裂に達したことである。あんな事件がたつた以上、再び元通りになることは、ほとんど絶望のように思われた。したがって、 自分たちの恋が正式に認められるような気は永久に来ないように思われた。自分が恋を達するときはやっぱり兄と同じように父に背かなければならぬときだと思うと彼女の心は暗かった。突然な比例な求婚が退けられてからそれについては何事も起こらなかった。10日たち20日たった父はそのことを もうすっかり忘れてしまったやうだつた。が、瑠璃子には、それが中断された悪夢のように、なんとなく気がかりだったが、一度、霧で、何の音沙汰もないところを見ると、その球根を、恐ろしい復讐の企てでもあるように、思ったのは、自分の邪水であったようにさえ、瑠璃子は思った。そのうちに5月が過ぎ、6月が来た。政治季節の外は、 何の用事もない父は、毎日のように、書斎にばかり、平時かご持っていた。瑠璃子は、どうかして、父を慰めたいと思いながらも、父の、暗い眉やちょうびた口のあたりを見ると、ただ涙ぐましい気持ちが、先に立つて、話しかける言葉さえ、容易に口に浮かばなかった。兄がいるうちは、父と、時々争いが立つたもの、それでも、家の中が、 なんとなく華やかだった。父子二人になってみると、がらんとした洋館が、修道院か何かのように、じめと注ぎしかった。6月の、ある晴れた朝だった。兄が家出した悲しみも、不快な球根に乗務された心も、だんだん薄らいでいく頃だった。瑠璃子は、その朝、顔を洗いつてしまうと、平素の、平素のが、家庭本では、平素もの通り、 老費が自分の室の机の上に置いてある郵便物を取り上げてみた。父宛てに来た書状も一通り目を通すのが彼女の役立つた。その朝は父宛ての書留が一通混じっていた。それは内容証明の書留だった。裏を返すと見覚えのある川上万吉と夕金貸し業者の名前だった。ああ、また特速かしら。と瑠璃子は思った。 そうした書状を見るごとに、平素は感じない家の窮状が、彼女にもひしひし感じられるのであった。彼女は、何気なく封を破った。が、それは、平素の督促状とは、違っていた。簡単な書式のようなものだった。ちょっと意外に思いながら読んでみた。最初の、再建状と通知書と、いう5時から、先ず名じしがたい、不快な感じを受けた。 債権上と通知書通知人川上万吉は非通知人に対して有する金2万5000円の債権を今般都合により正田昌平殿に譲り渡し公に付き通知公や大正6年6月15日通知人川上万吉非通知人唐沢光則殿正田昌平という名前が目に入ってた時その書式を持つ手イルルリコの手は そのまま痺れてしまうような嫌な重苦しい衝動を受けずにはいられなかった悪魔はその爪を表し始めたのである4相手があのまま重い義律だと思ったのはやっぱり自分の早がてんだったとルリ子は思った求婚が一時の気まぐれだと思ったのは相手を善人にほぐしすぎていたのだ相手はその二つの目が示している通り やっぱり恐ろしい相手だったのだ。が、それにしても、何という執念深い男だろう。父が追うて、いる借剤の証書を買い入れて、父に対する債権者となってから、一体何をしようというつもりなのかしら卑怯にも老烈にも、金の力で、あの精錬な父を苦しめようとするのかしらそう思うと、瑠璃子は、女ながらに、その小さい胸に、 相手の卑怯を憤る熱い血がふつふつと声を立て煮え立つように思った父の釈罪は多かった反閥内閣打破の運動が起こるたびに父はなけなしの死罪を投じて惜しまなかった反閥打破を口にする獅子たちになけなしの死罪を参じて惜しまなかった父が持つて生まれた人狂の性質は頼まるごとに連帯の判も押した 手形の裏書きもした、取れる見込みのない金も貸した。そうした父の金に対する豪快なやり口は、最初から、多くは、なかった財産を、いつの間にか無一物にしてしまった。が、財産は、なくなっても、父の気質はなくならなかった。はじめは、親類縁者から金を借りた。親類縁者が、見放してしまうと、氷菓子の手からさえ、 ることを定した住んでいるかも手入れは届いていないがかなり脱広い定地も1番も2番もの低騰に入っていることをルリ子さえよく知っている筋力といったものが丸切り脱腫れている父が黄金馬といってもよいような相手から赤子の手をひねじるようにかしゃくられるそう思ってくるとルリ子はやるせない憤りと悲しみとで胸が いいっっぱいになってきた金さえあればどんな卑しいものでもが得て勝手なことをする世の中全体が行き道路しく呪いはしく思われた瑠璃子は今の場合こうした不快な通知書を父に見せることが一番嫌なことだった父がどんなに怒りどんなに口をしがるかがあまりに見えすいていたからでもこうした重要な郵便物を 父に隠し通すことはできなかった。瑠璃子は、重い足を運びながら、父の寝室へ行ってみた。が、父は、まだ起きてはいなかった。すやと安らかな呼吸をしながら、名残の夢をむさぼつて、いる父のやつれた寝顔を見ると、瑠璃子は、できる、けこうした不快なものを、父の目には触れさせたくはなかった。彼女は、そっと忍び足に枕元により、 天つて枕元の小さい高子の上に置いてある父の手文庫の中にその呪い晴れた紙片をそっと音を立てずに入れたいつまでも父の目には触れずにあれ瑠璃子は心の中でそう祈らずにはいられなかったその日食事の度ごとに顔を合わせても父は何とも言わなかった夜の8時ごろ一人で寄付を開いて盤上に石を並べている父に 紅茶を運んで行ったときにも、父は、二言三子とルリコに言葉をかけたけれど、書状のことは、何も言わなかった。ガンハクはいつまでも、父の目に触れずにあれ、ルリコはさらにそう祈りつた。どうせ、一度は触れるにしても、一日でも、二日でも先へ、伸ばしたかった。が、翌日目を覚まして、ルリコが、前の日の朝の、不快な記憶をそうひ浮かべながら、 その朝の郵便物に目をやったとき、彼女は思わず、口の内で、小さい悲鳴を上げずにはいられなかった。そこに、昨日と同じ、内容証明の郵便物が、三通まで重ねられていたのである。それを取り上げた彼女の手は、思わずかすかに震えた。もう、父に隠すとか隠さないとかいう余裕は、彼女になかった。彼女は、それを取り上げると、 救い火を求める少女のように、父の寝室に駆け込んだ。父は起きてはいなかったが、床の中で目を覚ましていた。お父様。こんな手紙が参りました。ルリ子の声はいつになく上手っていた。昨日のと同じものだろう。いや、心配せいでも、ええ、お前が心配せいでもええ。父は、静かにそう言った。昨日の書状も、 父はいつの間にか見ていたのである。瑠璃子は今更ながら自分の父を頼もしく思わずにはいられなかった。五唐沢の家を受訴するようなその不快な通知状はその翌日もそのまた翌日も無心な配達夫によって運ばれてきた。初ほどの驚き会は受けなかったけれどもその一様に名乗し難い不快と不安とが。 見る人の胸をついた。何、シけておくさ。どう一人に、債権の終末た方が、弁済をするにしても、特促を誓るにしても、手数が省けていい。父は何気ないように、済ましているようだったが、しかし、内心の苦問は、表面へ出ずにはいなかった。ことに、父は、相手の真意を図りかねているようだった。何のために、 相手がこれほど執念深く自分を追求してくるのか分かりかねているようだった。が瑠璃子には相手の心持ちが半地ているだけわずかばかりの根を根に持ちてどこまでもどこまでもつきまといつてくる相手の心根の恐ろしさがしみじみと身にしみた。通知上を見るたびに相手に対する憎悪で彼女の心はいっぱいになった。 彼の筋力を罵し、捨た自分たちだけを苦しめるだけなら、まだ、いい、罪も報いもない老いた父を、苦しめる相手の非道を、心の底より憎まずにはいられなかった。かうして、父が負うて、いる総額二十万円に近い負債に対する、数多い証書が、たった一つの黒い硬い、冷たい手に、握られてしまった頃であった。ある朝、彼女は、 平成のように郵便物を見た。こうした通知状の来ない前は、それは、楽しい仕事に違いなかった。そこには、恋人からの手紙や、親しい友達の消息が見出されたから。が、今では、不安な、嫌な仕事になってしまった。彼女は、その朝も、おずおず郵便物に目を通した。いくつうかの手紙の一番、最後に置かれて、 イタトリノの立派な封筒を取り上げて、ふと、差出人の名前に、目を触れたとき、彼女の視線は、そこに、筆太に書かれて、いる四字に、釘付けにされずにはいなかった。それは、紛れもなく、正田将兵の四字だったのである。黒手組の脅迫状を受けたように、悪魔からの挑戦状を受けたように、ルリコの心は打たれた。反感と、 憎悪とある恐怖とが、ご土屋になって、わくわくと胸に込み上げてきた。彼女は、その封筒の端を、そつと、醜いえいにしの尻尾をでも握るように、つまみ上げながら、父の部屋へ持っていった。父は、差出人の名前を、一目見ると、にがにがしげに眉を潜めた。しばらくは開いてみようとはしなかった。なんと申して参りつたのでございません。 ルリ子は気になってせかすように聞いた父は荒々しく封筒を引き破った何だ父の声は初から興奮していたこの度小生によって買い占めをき高貴家に対する債権に終手ご懇談いたしたきこと言うのかつ先日杉の磁石を返して申し上げたる件につきても重々の行太が言うの 右釈明作り金日産ていたしどくあなんというずうずうしさだ。なんという、獣のようなずうずうしさだ。よし、やつて来い。やつて来るがいい。来れば、面と向かって、あの男の免費を引き向いてくれるから。父は、そう言いながら、法書の巻紙をみじんに引き裂いた。おいしぼんだてが、どのために、ぶるぶる震えるのが、 ルリコの目には痛まししく悲しかった6父も瑠璃子も心の中に戦いの準備をせあげて正田昌平の来るのをおそしと待っていた手紙が来た日の翌日の午前10時頃瑠璃子が2階の窓から停電の坂道を見下しているとはるかに続いてイルプラタヌスの並木の間から水色に塗られた大型の自動車が 初夏の日光をキラキラと反射しながら、まぶしいほどの速力で、坂をはせけじょうつたかと思うと、急に速力を緩めて、低いうめくような警的の音を立てながら、門前に止まるのを見たのである。覚悟をしていたことながら、ルリ子は、今さらのように、不快な悪魔の正体をでも、見たような憎悪に、周晴れずにはいられなかった。自動車の扉は、開かれた。 ハンカチーフで顔を拭きながら、ぬ、すと、その大きい頭を出したのは、紛れもないあの男だった。何が嬉しいのか、ニコニコと、得体の知れぬ微笑を浮かべながら、玄関の方へ歩いてくるのだった。ルリコは、取り次ぎに出ようかでまいかと、こうえべいつた。顔をゴーはしたり、一寸でも言葉を交わすのが嫌でならなかった。が、それかといって、 平素気がつけば取り次ぎに出る自分が、この人に限って出ないのは、なんだか相手を恐れているようで、彼女自身の価値気が、それを許さなかった。そうだあんな卑しい人間に強売れてなるものか。彼の男こそ、自分の正常な諸女の矛の前に、記事売れていいのだ。そう思うと、ルリ子は、諸女に、ふさわしい勇気を奮い起こして、 孔雀のような矛と美しさとを、そのすらりとした全身にじんえながら、落ち着いた冷たい態度で、玄関に現れた。将平は、瑠璃子の姿を見ると、この間あった字とは別人ででもあるように、頭を丁寧に下げた。お嬢様でございますか先日は、大変失礼をいたしまして、申し訳もございません。今日は、あの、お父様はお在宅でございませんか 買うも白々しく、ああした非道なことをしながら、買うも白々しく出られるものかと、ルリコが呆れたほど、相手は何事もなかったように、平和で丁寧であった。ルリコは、ちょっと拍子抜けを感じながらも、冷たく引き締めた顔を、少しも緩めなかった。在宅すことは、在宅すが、お目にかかれますかどうか、ちょっとしつて参ります。ルリコは、 そう高飛車に言いながら、2階の父の居間に取って返した。やつてきたな。よし、下の応接室に通しておけ。瑠璃子の顔を見ると、父は簡単にそう言った。応接室に案内する間も、将兵は、丁寧にしかもなれなれしげに、瑠璃子に話しかけようとした。が、彼女は冷たい霧工場で、相手を、そばへ寄せつけもしなかった。 やあ。挨拶ともつかず、掛け声ともつかぬ声を立てながら、父は、応接室に入ってきた。父は、相手と初対面ではないらしかった。23度は合っているらしかった。が、にがりきつたまま事故の挨拶さえしなかった。瑠璃子は、茶を運んだ後も、はしたないとは知りながら、一家の不沈にかかる話なので、応接室に、エンフエン側の椅子に、 視脚には見えないようにそっと腰をかけながら一語も漏らさないように相手の話に耳を背うてたこの間から一度伺わぁと思いながらつい失礼いたしておりました今度閣下に対する再見を私が害ひじめましたことに終ゅてもきっと私を怪しからんやつだとお考えになったらうと思いましたので今日はお詫び作り私の志のあるところを 申し述べに参りつたのです翔平はいかにも低調に恐縮したような口調でぼつりぼつり話し始めたのであったちょうど暴風雨の来る前に吹く微風のように気味の悪い生温かさを持った口調だったうむ志借金の少々外費集めるのに志があるのか母はは,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 は父は 頭からあざけるように詰めつた。ございますとも。相手は強い口調で、しかも、下手から、そう言い返した。七。初から申し上げねば分かりませんが、実は、私は閣下の崇拝者です。閣下の親切を、平勢から崇拝いたしているものであります。そう言って、将兵は、丁寧に言葉をせつつた。 老子がかさあと思う人間の前で木の葉を頭からきつているようなしらじらしさであった人を馬鹿にしている碧に態度丈はいは嫌に真剣に大真面目であるようだったことに近頃になっていわゆる政界の名士たちなるものとおちきになるに従って大抵の方にはほとんど愛想を尽くしてしまいましたお口は立派なことを言っていらし つても、一歩裏へ回ると、我々町人風情よりも、抜け目がありませんからな。口幅伝いことを、申すようでございますが、金で動かせない方といったら、数ヘルだしかありませんからね。父は黙々として、一言も発しなかった。いざと雄二が来たら、一立ちに切って捨てようとする規制がありありと感じられた。が、将兵は、 相手の様子などには一切頓着しないように臆面もなく話し続けたいつか日本クラブで初めて閣下の崇高なお姿に接して以来ますます閣下に対する私の警護の念が高くなったのです他年の間利欲形成に目もくれずただ国家のために一意奮闘していらっしゃるこういうお方こそ 本当の国士本当の政治家だと思ったのです。父が面と向かってのお世辞ににがりきっているありさまが室外にいるルリ子にもまざまざと感じられた。ご存知の通り、私は外に脳のある人間でありません。ただ、23年来の幸運で、キムタケは相当儲けました。私は今、何に使いつても心残りのない金を。 500万円ばかり現金で持ちていますああ使いへ買う寄付しろと言ってくれる人もありますが私は閣下のようなお方に孝庫の憂いながらしめ国家のために思い切り奮闘していた蹴るようにすることもかなり意義のある立派な仕事だと思ったのですそれには是非ともお交際を願っていろいろな立ち入ったご相談にも預からせていただきたいとそれで 実は、あんな、突然なお申し込みを。そう言って、言葉を切つつた、が、いかにも恐縮に耐えないという口調で。ところが、その申し込みが杉野さんの思い高で、というよりも、あの方の軽率から、私が、お嬢様をお望みいたしたなどととんでもない。ははは、<laughs> ご立腹遊ばすのは当然です。50に近い私が、 お嬢様に求婚するなどと笑い話にもなりません。実は、当人と申すのは、私のせがれ、今年25になります。防災の維持です。ちょっと首相らしく、声を落としながら。そのせがれとても、年こそお嬢様に似合い日でございますが、いや、もう一向くだらない人物です。が、もし万一お嬢様をくださるようなことがありましたら、 これほどありがたい、私の財産を半分なくしても惜しくはない幸せだと思いますのですが。が、そのお話は、ともかく、閣下のご債務は、すべて、私に払いはせていただきたいと思いましたから、一月余りも心がけて、もう大抵は外費集めたつもりでございますが、縁談のお話などとは別に、これだけは私の数字です。どうかご心置きなく、お受け取りくださるように。 そう言いながら、父のを討て、いる借剤の証書の全部を、一つの袋に収めて、父の前に差し出したらしかった。巨神兵器に、将兵の言い分を聞けば、物質つなところは、あるにせよ、成金らしい、剛腕な無遠慮なところはあるにせよ、それほど、悪意のあるものとは思われなかった。が、瑠璃子にはそうではなかった。ルリコと、その恋人を思い知らせるために、 悪魔は、瑠璃子を脱つて、自分の妻に、名前だけは妻でも、本当は、その筋力を示すための装飾品にしようとした。が、瑠璃子の父が、予想以上に激怒したのと、年齢のあまりな相違から、来る世間の非難とをおもんばかつて、自分の名義で、外布代わりに、息子の名義で外話うとする、瑠璃子を商品と見て、いる点によっては、何の相違もない。 ルリ子と彼女の恋人とを思い知らせようとする、蛇のような執念には何の相違もない。正面から飛びかかつて父から、手ひどくちょうつけられた悪魔は、今度は、横合いから、そっと玉かさあと、駆けつけているのだった。八ルリ子には、相手の心が十分に見透かされている。が、相手の本心を知らない父は、そのそらそらしい丈夫の理由だけに、 と乗せられて、もしや、相手のぶしつけな贈り物を、受け取りはしないかと、瑠璃子は、ひそかに心を痛めた。縁談などとは別にと、口で、美しく言うも、のの、父が相手の差し出す餌に触れた以上、それを機に、嫌やおなしに、自分を、瞬ュていかイとする相手の本心が、彼女にはあまりに明らかであった。父を何うにか騙して、娘を瞬ュてツく。 それで娘にも、彼女の恋人にも、苦痛を預かればよいのだと相手がはかんでいるらしいのが、瑠璃子には、あまりにわかりすぎているように思えた。が、瑠璃子の心配は無駄だった。父は、相手が長々と長べり続けたのを聞いた後で、二十三分ばかり黙っていたらしいが、急に椅子麻痺を正したらしく、厳格な一分も緩みのない声で言った。いや、 大きにありがとう。あなたの行為は感謝する。が、こう振るところはつて、お受けすることはできない。借罪は、証文の期限通りに、治安と弁済する。それから、縁談のことじゃが、本人があなたで洗うが、ご子息で洗うが、お断りすることには変わりがない。どうか足からず。父は激せず熱せず。 毅然としたた立派な調子で言い放つた父の立派な男らしい態度を、瑠璃子はかげながら、不敬をがまずにはいられなかった。なんという凛々しい態度で洗う。どんなにこの先苦しまうとも、ああした父を父としていることは、なんという幸福であろうかと思うと、熱い涙が知らず知らず、頬を伝つて流れた。真っ向から平手でピシヤツと。 殴るような父の返事に、相手は、しばらくは、二の句が、告げないらしかった。が、しばらくすると、太い渋い、不快な声が聞こえ始めた。ふふむ。これほど申し上げても、私の行為を汲んでくださらない。これほど申し上げても、私の心が、おわかりになりませんのですか。相手の言葉つきは、一望のうちに変っていた。氷だ。 一たち受けて、交代しながら、低く、なっているような不気味な調子だった。ははは、好意。ははは、お前さんは、こんなことを好意だと、言い張るのですか。人の顔に唾を吐きかけておいて、好意であるもないものだ。ははは、父は、相手をなみすみせつしたようにあざけ笑った。は、閣下も、貧乏をお続けになったために、いつの間にか、 悲願で、おしまひになったと見える。この正だが、誠意精神申し上げていることが、お分かりにならない。相手も、負けてはいなかった。氷が、その本性を表して、猛然と立ち上がったのだった。ははは、誠意精神か人の娘を、金で、外布という恥知らずに、誠意などが厚て黙るものか。出直してお出なさい。 父は低い力強い声でそう名のしつた。よろしい。出直してまいりませ。閣下、覚えておいてください。この正太は好意を持つておりますと同時に悪意も人並みに持ちているものでございますから。お言葉に従っていずれ出直してまいりますから。そう言い捨てると相手は荒々しく扉を拝して玄関へ出て行 ルリ子が急いで応接室に駆け込んだとき、父はそこに公然と立つていた。反白の髪が逆立つているようにさえ見えた。お父様、ルリ子は胸がいっぱいになりながら駆け寄つた。ああ、ルリ子か。聞いていたのか。さあ、お前もしつかりしてあくまでも戦うのだ。強くあれ、そうだあくまでも強くあることだ。 そう言いながら父は彼の痩せた教会に顔を埋めている娘の美しい撫で肩を軽くに三度たたいた。